ダオロシングルデストライドラウニング続きをやっていきましょう。マンションでね、この2人に会っていろいろお話を聞いたんですが、まだ嘘をついてる人間がいる。この他にもまだ目撃者とかいるんじゃないか。廊下行ってみようか。行ってないね。おだ誰だ、警察か。本当に自分の部屋の自分の部屋にいるつもりか。なんだ。おお素敵、今私たちが必要なのは悲鳴を上げる狂人なんだ何その話。あんたら誰だ。こんにちは、ヘラキャリスとモドレッドフォーリーで探偵ですよ。また体制側の奴隷が増えたってことか。ひどいね、無視しよっか。どんな態度？礼儀すら知らないの。ルーク・ベントンです。自分が政治犯だと思いますが、不機嫌の権利を持っています。あん？ちょっとあれか、病気的な人、妄想狂とか。すべての爆発は火花から生まれます。ルークは気が荒くてとても争い好き、明確な政治的観点と明らかに反抗したい本能を持っている。彼の激しい口調は彼をこの年の最も極端な人物に引きつけ、同時に彼を危険人物にさせた。なんだ、テロ思想なのか。全世界がバラバラになった時、二人の無知な市民が増えた。私がここにいたのはあのブラックバンド等に陥れられたから。ほう、ブラックバンドはあなたを。じゃないとなぜ私がここにいる。なるほどね、政治的思想でもここの島に閉じ込められるってことか。ほうほう。あ、こんなところに時間を使ってられないって言われちゃった。何のことだ、説明しよう。お話聞けそうだね。島の反対制覇。どうやってここへ移したの。気づかれないわけないじゃない。簡単ですよ、情報をたどれば。最悪な野蛮行為だとして受け入れられる。無料の勉強会を提供してあげる。なんだ、強制的に雇われ、ブラックバンド等が雇った武装によって監視。ほう、異なる政治家を持っている人と不都合な人物を閉じ込める。きっと騒ぎを引き起こす。そして彼らは私たちを。なるほどね、つまり暴れるのを待ってるわけだ。ここに閉じ込めることでベイカーの死は町と市民の情熱に火をつけたヒューズに過ぎない。次は火花が必要だ。ならばどうしてあなたは狂人みたいに叫んでいるんだ。支持するようにあの不幸な人たちを説得したいからなんだ。あー、なるほどね。まあアジテートしないとダメだよね、こういう時は。愚かでユートピアな理想だね。モドレット担当広場での逮捕、テレビでの憎悪なスピーチ。ブラックバンド等の新しいリーダーがおととろしいやつだと知っているか。ここまでするとは。前任が立てた計画を実行する。うんうん、なんか言ってることが本来と違う。こっちが真実なのか。独立で生活を送ることができる限りだが、病気になったら看護してもらうんじゃん。騙されてますよ。費用を全て払ってくる親戚がいなければ島を出ることを余儀なくされる。パートソンテストに失敗したら政府が彼らの財産を奪ったため、町で生活するしかできない。バカバカしい、こんなことを。家族のいない、あるいは病人、社会にとって老人たちは負担に過ぎない。進歩を邪魔する敵。マジか、ここに来てじゃあそれを見聞きして。なんてことだ、覚えておこう。ブラックバンドとパンドラ、つながりがあるのか。やはりパ
パンドラはここで人を殺害すると決めたら、それは政治的な目的かもしれん。なぜ殺された人は政治的に関係あるのか。ノバパロマの悪夢、彼が置いたら市民の注目を集めることができる。島に起こった殺人事件を知ったら人々は現実に直面する。確かに彼を英雄としてみなしているようですね。冗談だろう、殺し屋に過ぎない。彼はブラックバンドとは破壊しているかどうかまだ確認できていない。コーエンとベイカーのことを考えて、しかも私も銃を撃ったのが彼だと思っている。え、ベイカーもパンドラなのか。やはり、そうだね、ブラックバンドはパンドラを敵視してるよね。まあね、探偵です。ああ、もう教えてくんないの。ヘラ、やっぱりヘラ狙われるの。こいつが臭いな。でも逆に言うとこいつがパンドラ説もあるよね。追放破滅スラム街、なぜこんなことが。なぜ人々は弱小者に対して大きな憎しみを。憎しみは一度も街から消えていない。虐殺以前、この腐った場所に生きるのはますます難しい。だが反乱を鎮めるには共通の敵、弱くて無力な敵が必要。歴史は常に繰り返され、ブラックバンドが行っていることは火に油を注ぐことに過ぎない。すでに火種はあるってわけか、市民の心の中に。違う、ヘラ、我々が見ているのは長年にわたる苦しみの活動の結果だけだ。暴力はいつ常態的になります。あといつになって一人で街を歩くのは怖くなります。怯えてる。私が言ったように、そのようなことが起こる前にここを去る。私は手遅れだと思います。もうすでにダメなのか。これは一旦マンションに行ってあの二人から事情を聞いた方がいいのか。もう少し会話できるかな。来ました、島の住民。いろいろ聞いたんですけれども、教えてください。島の病人あるいは不自由の人にどのように扱われているかと知りたいんですけれども、これはあなたたちにも関係ある話ではないかと。モドレット、あれを言うべきでは。大丈夫です、探偵さんが言った通り夫の状態はもうかなり深刻になりました。私たちももうすぐ心から追い出されます。なんてことだ。これから私は仕事しながら彼の面倒を見ることができないため、町にさまようことになるかと心配しています。私はただ全てを失った後で誰かが助けてくれればと願っています。ひどい。私は力になりたいですが、奥さん、感謝します。アンドリーの殺人事件と関係ないんですか。うん、はい、どうしてそれを。関係ある。あなたたちの状況は被害者が政府への不満を強めさせたと私が感じるから。でも案外のことがあって彼が復讐できる前に殺された。何をおっしゃってます、これはありえません。アンドリーは何も知らなかった。しかも彼は自ら私たちを助けると言い出しました。アンドリーは助ける。完全に政治的な事件だ。戻れと、もう言わないで。私が思った通りだ。少なくとも今私たちが目指す方向がある。ここには。奥さん、すみません、悪意はない。言っちゃったのでもうどうでもいいです。あ、いなくなっちゃった。怒らせちゃった。待合室で誰かが私たちを待ってるみたいだな。他に何か情報が。驚きを台無しにしたくはない。行く前に。なんだ、あの老人たちに対する態度は本当に気持ち悪い。本当に気持ち悪い。あなたは彼らの状況を知っても彼らを侮辱しました。こうしたのはただ彼らが嘘を言っているかどうか確認するためだ。しかも私が思った通り、女の顔にマスクが現れた。もっといい方法があると分かったのに。彼らを疑ってますか。椅子に座った男と立っていられない女性は危ないんですか。ヘラ、すまねえ。確かに受け入れよう。人の心を捨ててはいけない。
あなたが言ったように言い過ぎた。できるだけ優しくしよう。あなたは何年もそれを言ってきましたが、それでもあなたは全ての人を人形のように振る舞う。モドレってひどいね。探偵だからかな。この人たちは錯覚によって作り上げた迷宮に住むことを余儀なくされている。彼らは他人に忘れ去られることを恐れてずっとこの恐怖に苦しめられています。できることは彼らを敬うしかありません。わかった、約束しよう。言葉は守ってくださいね。ふう、やれやれ、うるさいな。ヘラが言った通り、この状況では善良のみでパンドラを逮捕できない。守りきれない約束になりそうだ。あー、やっぱりいろいろえげつないね。尋問方法も必要ってわけだね。全てが終わってから彼女が俺を憎まないことを望もう。最後の復讐チャンスだ。全ては真実のためだと彼女に分かってほしい。ヘラ、よければ許してほしい。パンドラ逮捕のためにもう全力前進だね。あらら、フレイヤー、思った通り、あなたたちは炎にかけたガーのようなトラブルに引き込まれますね。悪口、ただの悪口。パンドラと言ったらあなたたちはすぐに現れる。フレイヤー、この事件を調査するために。治りましたよ、随分。特にヘバストスで起こった事件の後です。あなたが言った通り、彼らは私をここに行かせた。私もあなたと休養で話をしたい。マジですか。軽っ。もしかして警告するためでは。あなたと一日を一緒に過ごすよりも私はアーカイブで残りの人生を過ごしたい。やれやれ、口が減らないな。こんな奥の困難を経験したのによく喧嘩をできますね。もう見てたで耐えませんよ。さあ、ここからは重要な話だ。手伝ってくれるのか。警察だよ、探偵と一緒には働かない。よかった、警察の武装部門と関係を強化する素晴らしい機会だ。というわけで、ブラックバンド等の発展はどんな感じ。ベイカーが死んだ後のブラックバンド等についてどれほど知ってる。新聞と記事の言ったことのみですね。彼らは新しいリーダーを選んで犯人を見つけ出したいことぐらいかな。最初の襲撃以外に彼らはずっと目立たないようにしている。今は安定しているように見える。一部の政策の反体制派と反対者がここに監禁されたことしかわからない。彼らの目標は彼らの影響力を高めて市民の支持を得るため公共の敵にスケープゴートを作ること。ひどいよね。どっかの政治みたいだね。わかりやすい敵、わかりやすい弱者。実際には事実は彼らはあなたに信じてほしいものよりはるかに悪い。なんだと。襲撃はまだ続いている。人が処刑される噂もある。マジか。彼らは数年前に脱獄した犯人だと噂している。最も信用できることは彼らが政府のあだだからです。彼らは状況がコントロールできなくなると気づき、ライバルをここに監禁することにしました。犯罪者をここに。勝手に有名人を殺すわけにはいかない。とにかく現状は明らかに不安定になっている。ベイカーが穏健派だと思われたことは決して冗談ではない。今その原因を理解できた。ベイカーですら穏健派。彼らは任免された数ヶ月で暴力的な振る舞いをするリーダーを選ぶほど愚かなのか。未来の大統領の写真、これで答えを見つけるでしょう。若いローランド・ロフレス、暴力、詐欺、強要および種族主義で有名になった若い後継者。え、犯罪者じゃね。暴力詐欺強要。それにもかかわらず、彼の優れた外見、弁舌力、そして世界でベストのマーケティング代理店のおかげで多くの人に愛されている。以前起こった事件は全て反対派および真の敵の仕業だと人々に思わせれば、残忍はすぐに誇りに変えれる。なんかさ、ダビデっていう弁護士いたじゃないですか。あいつと関係あるんじゃない。あいつ臭かったもんね。あなたに聞かれる前に話しておきたいことがある。アクア OS データは手に入れられない。どうすれば。彼らは本気でこいつに、このクソ野郎に国を任せるのか。犯罪者だぞ。彼らはすでにやり遂げている。
この町が数年前のように内部危機に陥っている。ヘラ、あなたのような人が。バカな。博物館ちょうど虐殺を記念する特別な日。そして人はいずれ忘れる。シンボルはいずれ変わり、憎しみは永遠に存在する。ノバパラまでのお腹が空いた化け物は公的な敵が欲しくて、ブラックバンドとはちょうど提供できる。性的をかろうじて追い詰めた。このようなバランスの取れた微妙な状況で、なぜ彼らは大胆な行為を。絶対的な支持を得て権力を握った読者者はいない。人を操ることは徐々に行っていく確実なパターンに従います。敵の弱点を人々に見せ、共同の敵を作る。共同の言語を形成し、人々に暴力を受け入れることで、彼らが少しずつ全ての権力を手に入れる。まずセキュリティ方面の襲撃を始め、スキャンダルを作ると憎しみを煽り出すことができる。これで人々の間で急に共同認識を固めることができる。うわー、セキュリティ関連でみんなビビらせるってやつだね。どっかの政府と同じだね。もしベイカーが王を殺した犯人を探し出すことで彼らを止めることを止めれると思ったら大間違い。我々が知っている限り、彼らは自ら殺人事件を経過する、工夫することができた。彼らは犯人を探し出すつもりがない。ブラックバンド党内の内毛羽暗殺。事件を解決したらすぐに離れる。全てを忘れて悪夢のような街を出ろ。どうやって出る？許可なしでこの街を出ることは不可能だ。私たちはあなたを全力で助ける。命の恩人ですから。フレイヤ、本当に我々のために。でも私たちはまずこの面倒くさい事件を解決しないといけない。まず考えよう。ありがとう。うわ、すごい話だ。スミス兄弟。スミス兄弟の事件ですが、何を知りたい？友人が全てのアクアオイシスシステムを壊しても、あなたは信頼できる証拠でディーンを告発した。他に何を知りたい？あのタリアも姿を消したことは知っていますか？彼女も全ての真実を教えなかった。アンドロイドだって教えてないの？言った方がいいと思うんだけど。友人の実験を実は火に焼かれ、その後彼は逮捕。ディーンは殺人事件の犯人として扱われた。ディーンはずっとむやみに人型ロボットとあなたが友人と協力したことを繰り返して叫んだ。今データベースは破壊され、履歴も消された。私は彼がデタラメを言っていないと思い始めている。あなたは本当に私に伝えることがないんですか？私は全てを出していないが、信頼を取り戻すには何か明らかにした方がいい。お、ここでまさかの選択。これはもう出そう。フレイヤのために。フレイヤの身を案じて。あれは人型ロボットだ。タリアは友人の助けで自殺すると決めたのは、彼女が教授なしで生きられないからです。ディーンとあの特使の取引を発見した後、彼女はもう行きたくなかった。だから友人と協力すると決めた。すでに復讐動機を話した。人型ロボットがあるなんて誰も知りません。こんな偉大な発明がなくなるとは。マスコミに話すべきでは。信じてくれる人がいるかどうか疑ってしまう。特に全てのシステムが破壊されている。口に出さなかったことを理解してもらえたかな。社会は地獄に落ちていく。破壊されたアクアオイスはこのシステムの弱さを証明した。でもある程度でこれはいいこと。だからあなたは彼女を止めるチャンスがなかったのですか？彼女が考え直すことを助けなかった？いや、俺がそこにいた時にディーンが弟を殺す前に彼の武器を解除することのみに間に合った。もう日本語がむちゃくちゃ。なんか止めたよって話ね。危なくなる前に。タリアが私をそこに行かせたのは、彼女がすでに何かが起こると。そうだね、そうだよね。ディーンとあの特使の取引を発見した後、彼女は崩壊した。恐ろしい。嘘をつくことは嫌だが、彼女のためにそれしかできない。じゃあラスト、草にいる蛇。あの件を思い出したくないが、真実に向き合わなければ。何を？テレアスリ公園で見つけた革手袋。あなたがいい人だ。あなたが私を守るために手袋を隠したことを知っている。
あなたの凍った心にロマンチックなところもあると思った。あれ、惚れるフラグ立った。あ、な、何を。なんでもない。ヘラはちょっと嫉妬した。もっと重要な件がある。手袋がテレアスリー公園の事件よりもっと大きな事件の肝心な手がかりになるかもしれない。私は数ヶ月の時間をかけて、あの手袋は警察より犯行現場から持たれたと分かった。あなたたちがあそこに着いた時に、まるであなたたちに見つけられるようにふた、そういうこと、警察内部に。やば、外部と協力した人間がいる。もしくは弁護士かもね。ダビデ、何の関係が。法廷に手袋を使うために手袋の提供を要求したと知っている。どうして手袋の存在を知ったか、あなたたちは考えなかったの。陰謀に聞こえるが、そうかも。しかし彼はすぐにあなたに手袋を聞いた。まるで彼があなたの行為と忠誠をテストするように。奇遇なのは、私が証拠隠蔽で非難されると知ったように彼はそうした。あなたと生徒を捕まえる警察。ダビデが俺たちに教えた計画の一部。まさか彼は我々を彼が思うものに誘導するつもり。自分の客を助けるためにしていいのに、なぜ最初に我々にはっきり話さなかった。手伝いたい意図を隠しても無意味だ。答えられない。あなたたちを私の敵に仕立てるに、彼はすでに全力を尽くしたと思っている。彼女の話には理屈が通る。もう一つ仮説があり得る。フレイヤーは我々をダビデの敵に仕立て上げるつもりかも。彼女は深く関わることに怖がっているから。彼女は手袋を隠したかもしれない。今人にバレることで信用を失うことを恐れている。どっちにもある。もしかしたら両方かも。これが全てです。ダビデやっぱうさんくさかったけど、そうなのかな。圧倒的にダビデの方が信用できないよね。敵と味方を見分けるのが難しい。急いで話す原因を分かったでしょ。足元に気をつけて。事件と関わる人たちを信じるな。じゃないと終わりますよ。俺たちは自分の安全を他人に任せる慈善家に見えるか。あなたたちはまるで台風のよう、存在すべきではない。人を巻き込む。何も返せねえ。そういえば直接事件の情報を伝えていない。職業規則を損なうことはできない。ありがとうフレイヤ。いいアイデアだ。証拠を見せよう。というところで今回はこの辺で終わっておきましょうかね。なんかトーク中心になりましたけれども、非常に身のある会話ができたんじゃないかと思います。相当深いところまで話ができました。そしてフレイヤはモドレットに惚れるのでしょうか。いや、少し心が動いているのかもしれない。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。